玉ねぎの収穫がピークを迎える中、南淡路市で今日、玉ねぎを紐で縛る速さを競う大会が行われました。このイベント、釣り玉祭りは20メートルの畝に植えられている玉ねぎおよそ500個を十数個ずつ紐で縛る速さを競うもので、南淡路市でブランド玉ねぎを生産する企業が初めて開きました。淡路島では農家の高齢化などで玉ねぎを小屋に吊るすよりもコンテナに保存する方法が多くなっているということで、今日はベテラン農家、地元の大学生など60人が参加し、玉ねぎを手際よく紐で縛っていきました。農家の皆さんの、いつも苦労している大変さが分かりました。でも、いっぱい知りました。あ、もう優勝しかないと思ってました。めちゃくちゃ面白いですね。来年以降も毎年開催できるようなお祭りにしたいと思ってます。優勝は南淡路市の玉ねぎ農家藤本泉さんで、賞金10万円が手渡されました。